マナカナンチ。こんにちは、三倉マナです。三倉かなです。今回はじゃじゃん、じゃじゃん、ケンタッキーを食べながら近況報告会します。お疲れ様です。お疲れ様です。夏休みですよ。夏休みがだからもう明け。そうね、明けた？ドタバタ、もう明けようとしてるね。いや日々、まあ、正直ね、うん、頑張ってるよ、お互いに。いや本当に皆さんもお疲れ様です。暑いしね、暑いしね、うん、で、今回はもう夏のご褒美っていうことでケンタッキーの、私は和風チキンカツバーガーボックス。イエーイ。で、私は照り焼きツイスターボックス。イエーイ。ボックスなんですね。贅沢なんと初めて。ポテトとクッキー入ってるやつ。チキンとしょうゆ。ポテトと、うん、あとクッキーと飲み物。そう、コーラ。いただきます。いただきます。イエーイ。うん、いいんかな、贅沢よね。贅沢だね。チキンツイスターの前にもういきなり。いきなりもこのチキン、オリジナルチキンいく？いただきまーす。久しぶりだ。こんにちは。なんでこんにちは。おいしい。うん。私この和風チキンカツバーガーがめっちゃ好きやね。うん、いつもそれ？そうね。ケンタッキーでなんかお昼パッと食べようかって言ったらこれかな。うーん、お肉が柔らかくて誰が美味しいの。ケンタのポテト美味しいよね。美味しいね。で、うん、まあ、夏休み今回カナは、うん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 、ついに下の子が小学生になったから、うん、1年生、上が3年生、ね、だからみんな小学生という夏休みになったわけよ。そうよ、初めて。そうで、うちは保育園やから、うんうん、保育園って、まあ、夏休みでも、まあ、仕事ある時とか、うんうんうん、普通に見てもらえるし、うんうん、小学生はどうしてるの、どうなってるの。だからもう基本的には家いるか、学お弁当作って学童いるか、学童ね、お出かけしてるかの、まあ、3種類って感じ。じゃ家いるってなったら、うん、お昼も作ったり、もうさ、もう一日中ご飯のこと考えてる。いや、そうなるよね。一日中ご飯のことと洗濯のことと掃除のこと考えてる。そうなるよね。でさ、やっぱりほら、あのそうめんだ、うんうんうん、つけ麺だ、うんうん、ぶっかけうどんだって、うんうん、まあ、麺類になるやん、お昼ご飯って、うんうんうん、基本的に。そしたら娘がもう麺類やめてもう麺類やめてって言われて、麺類やめたら食べるもんないで。丼物は丼物。え、だから丼物で、娘はオムライスが好きやねんか。でもオムライスって刻まなあかんやん。あの刻むのもなんとかチョッパブンブンチョッパで刻むけど、とはいえ手間かかるやん。もうそうめんに比べたらだいぶ手間やね。そうやね、まあ、でもオムライス作ってたよこの間も。まあ、で卵も焼かなあかんやん。ケチャップライスじゃないやん。洗い物も多いよね、フライパンって。まあね、もうやっぱたまにやでって感じでさ。お疲れ様でございます。いいえ。はいはいはい、はい。毎度、私は楽しみにしているコーナーなんだけど、うん、あの夏休みの宿題どうなったかっていう、今撮ってるのが、まあ、8月中旬というか、もうすぐ夏休み終わるよっていう時なんやけど、もうこの表情で大体想像できる。毎年ね、宿題に追われているかなでしたけど、今年こそはどうかな。終わってません。もうでもさ、お疲れ様です。気持ち的になんか慣れてきちゃってるよね、終わってないっていうことに、うん、そうか。その娘が初めての小学生の1年生の時はもうあれもやらなあかん、絶対やらなあかん、うん、完璧にやらなあかんみたい な、うん、それストレス、もうそれが、ね、そうそうそう、いっぱいいっぱいだけど、まあ、やらへんもんなんやっていうのを去年も分かったし、うんうんうん、今年も分かってるから、うん、まあ、慣れてきたってのはあるけど、大物を残してるね。大物っていうのは、まあ、いわゆるなんか自由研究とかの、その研究系と読書感想文。はい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 、はい、読書感想文なんか本も決まってないしさ。はあって感じで。そう、なんか出だしは好調やったのよ。言ってた。今年はなんかドリルとかワーク系はもう最初の夏休みのもう初日2日目でもうすっごい進んで、うんうんうん、あれこれこの調子でいったら夏休み7月中にもう全部終わるんちゃうんって思ったけど、うんうん、全然終わっておりません。
え、絵日記的なやつは書いたの？うん、うん、あ、絵日記は書いた。絵日記もその息子は2種類あって、うん、あ、絵日記というか毎日日記、一行日記っていうのと、うん、絵と作文がある絵日記っていうのは2種類だね。うんうんうん、一行日記もさ、なんか毎日いろいろ一応考えて過ごしてるから楽しませてるわけよね。なんかもうちょっとええこと書いてくれたらいいのにさ。怖え。映画行ってとかさ、ね、映画行きましたとか、今日はママと一緒にオムライスを作りましたとか、そういうの書いてほしいわけよね。で、違う風にしてほしいの、毎日が。いや、わかるよ。やのに、うん、今日は天気が良かったです。上に晴れマークも書いてんねんで、天気が良かったです。何したらね、みたいな。あ、でも小一、そんなもんなんじゃん。学童に行きました。いや、学童に行きました。いっぱいじゃん。もう、そうだね、学童。で、何しましたとか、そういうのつけてほしいよね。そうね。でも、小学校1年生の作文なんて、そんなもんなんじゃん。そういうもんなんやね。で、絵日記をちゃんとさ、こう、絵描いたり、大物でしょ。大物よ。で、1枚だけやから、もう夏休みの、まあ、総まとめ的なやつやん。夏の一番とびっきりの思い出。カラー的に、あ、絵日記きっとこれ描くなっていうのはやったの。それは、あの、我が家のこの夏の一大イベントは、北海道旅行だったのよ。いいね、楽しそうやった。念願の。っていうのも、あ、この間ほら、2人で、あの、クイズ番組、小学5年生より賢いのに出て、まあ、見事ね、2人で100万円を取りましたよね。ありがとうございます。で、まあ、そのね、まあ、折半させていただいた、まあ、あの50万円を握りしめて、うん、北海道に行くっていうのが、まあ、子供たちもね、それを楽しみにしてたから、そうそうそう、じゃあそれで北海道旅行に行ったと。そうそうそう。で、北海道行ったら書くものいっぱいあるよ。そうよ。富良野でさ、ラベンダー見たり、うん、夕張メロンをかじったりさ、うん、気球に乗ったり、うん、ラフティングってこの川下りみたいなのもしたし、写真見る限りも素晴らしかった。ジンバラカンも食べて、うん、でこう何をどれを書くんやろうと思って楽しみに、まあ一応待ってたらさ、うん、で最近絵日記を書きました。書きました。そしたら今日美容室で髪の毛を切りました。そこでは YouTube が見られます。かっこよくなって嬉しかったです。終わり。あれ、北海道でもないし、夏休み間どこに行っちゃったの？美容室に行きました。 YouTube が見れるから嬉しかったです。いや、確かにカットしに行くとなんか iPad とかこう出してくれるのね。そう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 、惜しみなく見させてくれて、それがすっごく嬉しかったんだ。子供にとっては特別なことなんやなと思ってさ。でもさ、夏休み明けに絶対クラスのなんか壁か廊下にバーッと絵日記が並ぶねん、多分イメージやけど、ね、で先生が、おお、どこどこ旅行行ったんだ、何々か、そうそうそう、あ、何々行ったプール行った、キャンプ行ったってなるやん。で、あ、あの、彼女の子供、あ、YouTube 見れてよかったね、ちー頑張ったのに、ちー